はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の死守シ,シリーズ第63弾やっていきましょうで死守にしては珍しく問題5問だけですもう入らなかったはいということでね今回この5問になりますのでまず1回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかな では早速ね、まず一番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それじゃ、画面下げますので、お待ちください。いくよいくよで、いつもは、なんかどこの都道府県って言わないんですけど。これ、まあ、今回あんまりにも特徴あるからさ。先行っちゃうと、これ茨城の問題なんですよ。茨城県の、去年の。受験のね、県立の問題なんですけど。 大問1と大問2か,からこうちょっと死守に合うような問題をこう抜粋してね選んできてるんですよ。でこの1番に関しては本当に大問1の丸1これなんです今回の問題。だから計算が一個もないいっていう、ね、で全国的に見ればかなり珍しいです現段階では。 で、もちろん,、うん、あの、計算問題がゼロになることはあんまないと思うんですけど、割とこれから受験は、こういった問題が増えていくのかなというのは個人的に思っていて、まあ、それもあって今回ね、この茨城県の問題を使わせてもらいました。まあ、ぜひね、あの、5問しかないですけどね、しっかり押さえていきましょう。で、まず1番、まあ、全部問題、共通していることなんですけど、まあ、確かに、この辺とかね、あの、割合とか苦手な方とかはつまずくかもしれないんですが、全体的に言えることは、 難しそうに見えて実はそんなに難しくないっていう問題を取り上げてます。5問共通して。だから数学が結構苦手意識が強い子とかは心が折れちゃうんだよね。実際にこれ入試出てくると。無理っていう。で多分大問1からこれとか出てきてペンが止まった瞬間焦るよねきっと。だから難しそうに見えるんだけどそこはあ実はそんなことないよねってやったことあるは類似問題っていう風に経験値をね積んでほしい。 まあそんな願いを込めてねまあ選んできたんですけどでまず1番がある年のまあ天気の話をしてますとで今ここで最低気温しか書いてないんですがこ,うねこれが今日の最低気温マイナス3度だったんよでこのカッコプラス2っていうのが前日と比べてプラス2度しましたよっていう話で聞かれてるのは最高気温とかも書いてあったけれども前日前の日ね書いとこうか前日の このの気温何度なのってでこっからプラス2度ねプラス2度したらマイナス3度になったよっていう話なわけよ。じゃあここ何度ですかって言ってる簡単に言うとそれを今回の授業が書いた問題で言うと5行にわたって書いてあったわけだからその5行をしっかり読み解いて結局これ引かれてるだけじゃんってところに持っていければいい。 問題を噛み砕くく力ってすごく大事なのね特に数学というか理科もそうだそうかなちょっと傾向としてはいいかなだからこれ何言ってるかってマイナス3度から2度戻せばいいんでしょ引けばいいだからマイナス3から2を引いてマイナス5度これが答えですよとこれだけですだってマイナス5度からプラス2度したらマイナス3度になりますよね以上です いいかなで2番です。次は、えっと、正方形があります。正方形ね。で、これの、えっと、面積が50です。50平方。これ50ね。その時、一辺の、えー、長さを求めなさいと。ただし、今後、今後ってルートのことね。ルートの中の数はできるだけ小さい自然数にすることって、まあ、これ珍しいねだよ。このただし,しも書くの。で、これもすごく有名な問題で、 求めたいものを x もしで置くのはよくあるじゃないですかだからここ x って置きますよねで大事なことはこれ正方形なんですだからここも x なんだよ縦も横もねってことは置いちゃえばあとは式を作ります正方形の面積っていうのは縦かける横つまり x かける x だから x の2乗その面積が50になりますよってもう式としてはこれで終了 だから普通の今一般的に言われてる受験の問題で言うとこれが出てくんだよね。この二次方程式解きなさいってこれのがメジャーなわけだけどそれをあえてここを一回通す図形問題を通して図形の知識も問いつつこっちもやるみたいなまあ複合的なんだよね混ざった問題、まあ、増えていくと思うこういうのはこれからずっと多くねで話戻すとこれどうやって解くかで自分がよく言うのはえっと2乗イコール数いいね ほにゃららの2乗イコール数になってたら、2乗取ります。いい ?2 乗取るの。取る代わりに、右辺、こっちに、プラスマイナスルートをつけてください。これがルール。2乗取る代わりに、プラスマイナスルートをつけると。で、ルート50。っていうのは、50は 25×2 です。25っていうのは5の2乗だね。だから、 ルートの中の2乗っていうのは外に出てこれるのでこれ5ルート2ですねです。よしこれを答えの欄に書こうって書くと×を食らうと×食らいます。なぜかっていうと今は長さ聞かれてます正方形の。長さにマイナスはありえないよね私の身長マイナス1 3 0ンチとかないわけです。 だからマイナスの方は答えに書けない、まあ、ちゃんと書くんだよね途中式書くんだったら今、X、は正0より大きい数しか取りませんよってだから一辺の長さはプラスの方5ルート 2cm これで終了となります気をつけてねこのマイナス取るやつねで3番 えっと、1枚 A グラムの封筒いい、封筒があります。イメージして、A グラムです。その中に、B グラムの便線、便線って手紙の紙ね、を5枚入れて、めっちゃ書いたの手紙。5枚入れて、重さを測ったら、60グラムより重かったと、この数量関係、不等式で表しなさいっていう問題。でまず、A グラムの封筒、まあ、1枚だけだから、封筒1個だから A だよね。それと、便線、手紙ね、を5枚。 B を5個だから 5B だよね、まあ、掛け算するから 5B でその封筒の重さと手紙の便箋の重さ足すからさつまりまあ重さはさ A プラス 5B なんだよね便箋1枚嘘お前封筒1つと便箋5枚分 A プラス 5B つまり今カドをまとめていくと A プラス 5B は 60g より重かったってこいつを不等式に表したいで比べてるのは A プラス 5B と60を比べてるんだわ。あとはどっちに口が開くか。どっちが重かったのって。まあ、これは日本語の問題で、ほにゃららは60より重かった。どっちが重いってこっちだよね。私の体重は60キロより重かったって、私60キロより重くなってるって話だから、こっちの方が重くなるわけ。つまり、こっちに口が開きます。いい。まず口を開く方は日本語で判断。あとは、イコールが入るかどうかなの。 イコールけれど今回「重かった」っていう文章なのでイコールは入りませんこれが答えです、えー、前の問題最前の、ね、ちょっと不等式の数量関係ちょっとよく出してるんでイコールが入るつまりこうねこれ「大イりイコール」とか「小なりイコール」って言うんだけどこの顔文字みたいになってるこのイコールが入るのは以上以上下の時ですこの「い」って漢字がマークいいかな このイコールは、まあ、イコールっていうものの意味を考えると分かりやすくってイコールって同じって意味でしょ左と左辺と右辺が同じじゃんイコールっていうのはだからここにイコールが入るとこの封筒と便箋の重さが60ぴったりになることもありますよって言ってるのイコールが入っちゃうとねでも重かったって言ってるからぴったりになること入らないじゃんぴったりになったら重かったって言わないからだからぴったりイコールは入れないんだよね そうなのでまあそこから想像しても分かるように今回はイコールが入りませんだこれがえとその便箋ねまとめたものが 60g 以上だったと重さが 60g 以上だったって言われたらこれイコール入りますまあ「い,い」って感じが入ってるからねっていうふうに判断してくださいさあえ4番は今回一番ネックなのは4番かなきっとつまずこが多いのはね、まあ、割合は本当に 特に女の子に、ごめん、嫌われがちだからね。で、えっと、まとめます。ちょっと話を。問題なかったんでね。まあ、ポロシャツとトレーナーの話。ポドを取って書いちゃったけど。ポロシャツとトレーナーの話です。で、定価求めたいんです。もともとは。ポロシャツの定価とトレーナーの投価をもと、あ、定価を求めたいと。で、でも、ポロシャツがね、2割引きだったんだって。で、トレーナーは800円引きだったんだって。いや、割でまとめろよって話なんだけど。そしたら、もともと6300円かかるはずだった。定価だとね。 6,300円だったものが5,000円で買えましたと。1,300円はお得だったよって話よ。いいかな。それで解いていきます。で、まず、まあ、これは求めたいものが2つあります。ポロシャツとトレーナーって。求めたいものが2つある時点で、絶対連立方程式になります。求めたいものが2つなんで。なぜなら、文字を2個置かなきゃいけないから。いいだから、まず求めたいポロシャツの定価、まあ、どっちがどっちでもいいけど、X 円、トレーナーの定価を Y 円と置いてください。まず、こっから始まる。で、 一個先にもうっと式を作っちゃいます。定価。いい定価で買った時は6300円って言ってたよね。つまり、ポロシャスの定価 X 円、たす、トレーナーの定価 Y 円したら、6300だよねっていう。ちょっと見にくいけど、X プラス Y イコール6300がすぐにできます。これで一個完成です。式は。いいじゃあ、もう一個のこの2割引いたり、800円引いたりの方でも式を作れれば、勝ちよ。 まああとは計算しなきゃいけないけどね。で、まあ問題はこっち割です。で、まず二割引き、一割って何パーセントってこれ小学校で習ってます。みんな一割が何パーセントか。一割って十パーなんよ。覚えてない一割は十パー。だから二割引きって二十パーセント引きなのね。で、これは式の作り方って実は二パターンあって大きく分けると、まあ一個しか今回は紹介しないんだけど、二十パー引き っていうのは言い換ええるると80%分の値段になるよって考えて考くださいこれがちょっと引っかかる方もいるかもしれないんですが100%ってフルなんですよもともとの値段のマックスで低下っても100%ですそっから100から20を引くんです下がるから20分 だから、全体の80%分の値段に変わりますよねって考えてください。20%引きとか30%引きとか。逆に、定価から30%増して、増して売りますみたいな問題だったら、100から30プラスするから130%の値段になりますって考える。いい考え方としてはね。で、今、もともと X 円でしょ X 円の80%になるんです。その式の作り方。パーセントっていうのは必ず分母に100を置いてください。100分の。そう、だから、100分の80%分ですと。これがマーク。80%分。何の80%なの ?X 円の80%だから、これに X つければいいだけです。これが2割引きの使い方。 これで終了。ここの部分は。で、ちょっとこれめんどくあい。あ、まあ、いいかこのまま行こう。ひとまずね。で、こっち。y の方は800円引くっていう。まあ、パーセントとか関係ないから普通に引いて。ちょ、カッコつけようか。y から800円引きますよって、これだけ。これは分かりやすいね。で、今、2割引いたらこの値段でした。ポロシャツの値段、たす、トレーナー。800円引いたけどね。 トレーナーの値段を買い物したら5,000円で買いましたとはい式2個できましただからあとはこれを連立方程式解いたら終了となりますいいかなで、まあ、この部分ですねこれまず約分しましょうえっ、ー、と0切りします10と8もね2で約分できるからちょっと確保しちゃうよこれ5分の 4x までまとまります で、まあ、分数のままいくとちょっと面倒くさいので全体に5をかけちゃいましょうつまりこの式直すと5をかけると 4x でここにも5をかけるのでプラス 5y でえー、っとこっち持ってくるか先に800をこっちに持ってきて5800にしてから5をかけるとでかいな数が5 2 5 8 5 0だから29,000かこうかな これが下の式まとめたやつですで、あとは上ちょっと係数揃えたいんで全体に4かけましょうか 4x 揃うからね4かけると 4x+4y ここね 4x+4y あいつに4かけるとえっと、2万2万5200円か2万5200円とで引きますこうやってそうすると 4x4x 消えるからね引き算で消えますとでここも 5y 引く 4y で y になるっていう 非常に綺麗なるねでこっちが3800円つまりこれによって、y、だからねトレーナーの方の値段は3800円と分かりました。で片方の文字が出たらもう一個はねどっちかの式に戻せばいいとで、この場合は絶対上の式とか簡単だから下の式言ちゃダメだよ面倒くさいからね。上の式、まあ、トレーナーナが円って分かったんで じゃあ6300から3800円引くと2500円かつまり、えー、ポロシャツは、えー、2500円でしたこれ囲っとこうかこれで終了となりますあの割合の使い方ねこれは必ず覚えてくださいちょこちょこ出てくるからでそして多分苦手意識強い方も多いと思うんでねよろしいでしょうか では参りましょうラストですですこれも嫌だよね問題めっちゃ長かったしで確率の問題っていうのは、えっと、先に言っておくと受験で出てくる確率の問題ってめちゃくちゃえぐいもう何だこれっていうのはほとんどないですめちゃくちゃレアほとんどが難しそうに見えてルールさえしっかり理解すれば絶対できる問題です基本的にはって思って確率はねで今回やってるのも何かって結局サイコロ2個振ってるだけだから みんなが一番よよくやってきたサイコロ2つよでサイコロ2つの確率っていうのは分母が決まってます。ほにゃらら分のほにゃららの下は何かって36だから。これ絶対覚えてね36。なぜかってサイコロ1個が6でしょ1から6まで。6 6をしてなであとルール理解よ。であれ何やってるかっていうと正五角形があります P がここにいるんだって。ここにいる。 サイコロ2個振って例えば2と3が出ましたって5だよね足したら足したやつだけ移動するの左にこうやって5だから 12345A に戻ってきましたってこれだけなんよルール言ってることはいいかなでその時にいいよその時によやってそのねゲームをやってっとこの P がここに E にここにいる確率求めなさいってもうそれだけなんです でそれをちょっと噛み砕いていくとえっとサイコロ2個投げるじゃないですか足したものって一番ちっちゃいの 1+1 だよねだから足したもの和ですね和は一番小さいと2なのいいで一番大きいのは 6+6 だから12だよねだから2から12までしか出る候補がないんだよ候補はじゃあ E に止まる時って足したものがいくつになればいいのかなって考える で、数えていくと、ここは1でしょだって移動すると、1、2、3、4になると、まず E に止まれるんだよ。E。次、5、6、7、8、9になっても E に止まれるんだわ。10、11、12、13、14って行きたいんだけど、14って出ないから。絶対。だから結局は、2つサイコロを投げて、足したものが4か9になる。 物だけ探せばいいいいいよっていう問題いいかなで、えっと、基本的に確率っていうのは樹形図を書きます樹形図だけどいつも言うようにサイコロ2つの問題は全部の樹形図書いちゃダメですダメもう謹慎する <laughs> ごめん禁止って言い方悪いけど書いたかごめんね何かっていうとサイコロの樹形図ってまあ片方1って決めますそしたら1の時2の時3の時4の時5の時6の時ってこうなっていくの。 で、それが2の時も同じ1234563の時も12856って、まあ、36個の枝が出るわけ全部。時間がかかりすぎるこれ。いい入試本番の時って時間との勝負なわけ。できる限り短縮したい。こういうところは。じゃあ何をするかっていうと分母がもう36って分かってるからじゃあ4と9になるコンビないかなってそれだけ探すんよ。で、探し方としては自分がよくやるのはね まず、片方が1って固定するんです。俺、固定すると丸書く癖があるんで、ちょっとごめんね。みんな先生書かないと思うけど。1固定します。じゃあ、あと何が出たら4になるって。3が出ればいいよね。1たす3で4だから。でも、9にはなれないんだよ。1たす6が7だから。だから、これしかない。じゃあ次、片方2って固定します。4になるのは2と2。9にはなれないんだよね。2たす6が8までしかいかないから。次、 3の時、固定します。3たす1で4。ここで気をつけなきゃいけない。3たす6が出てくる。9なれる。こいつだけは4と9のパターンが取れるんだよね。じゃあ4の時。次は4と0って出ないからさ、できなくって。ただし、4と5にすれば9ができる。どんどん行きましょう。5の時。5と4。マイナス1ってできないからね。5と4だったら9にできる。ラスト。 6の時も6と3の時で9ができる。あとはないです。これ全部なの。いい自分の中で足して4と9になるものが探したかった。じゃあ、それだけ書けばいいじゃんっていう話。全部書いて、どれかなって探すんじゃないの。それだけ書けばいい。なるものだけ。で、枝の数を数えます。1、2、3、4、5、6、7個です。7個。で、分母は36って決まってるから、だから、 36分の7ってなってこれで終了になりますちなみに確率は絶対に約分をチェックする癖をつけてください約分できねえかなって今回できないんよだからこれで正解いいかなやってることはこれだけなのただルールがめちゃくちゃなんか難しく見せるっていう確率はどうしてもルール紹介が必要になるから長くなるのね問題がだから見た瞬間に難しそうって見えるんだけど確率が出てきたらいや違うと あいつが言ってたと、あのおっちゃんが言ってた動画の人がって、難しそうに見えるけどそうじゃねえんだって、ひとまずちゃんと読んでルール理解しようっていうふうに思って、ぜひね、取り掛かってもらえたらと思います。では、えー、今回はね、高校受験対策の趣旨シリーズ第63弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。